こんにちは。こんにちは。動画見ていただきましてありがとうございます。ここは北海道自転車空港におります。今日はここでご飯をいただきたいと思います。こちらフードコートが最近できまして、こちらで松尾ジンギスカンがありますので、ジンギスカン定食をいただきたいと思います。松尾ジンギスカン千歳空港フードコート店です。千歳空港内にはフードコートではない普通の店舗型の松尾ジンギスカンのお店もあります。ジンギスカン定食、こちらをいただきたいと思います。千歳空港の外の景色も見ることができて、飛行機好きにもたまらない場所にあります。こちらで注文していきます。いろいろなジンギスカンのメニューがありまして、保冷袋入りのお土産用の商品なども売っているようでございます。はい、すいません、お待たせいたしました。こちらが今回注文したメニューでございまして、ジンギスカン定食1100円と特上ラム定食1400円というのがありました。今回はせっかくですので特上ラム定食1400円を注文してみました。こちらを見ていきましょう。この独特のジンギスカン鍋の上に野菜、もやしを中心とする野菜がたくさん乗っておりまして、その上にお肉がしっかりと乗っております。このたっぷりの野菜の上にお肉、美味しそうです。ご飯と味噌汁、お漬物がついてます。それでは食べていきましょう。ご飯と味噌汁の場所が逆だと思います。反対向きにしまして、まずは北海道に着いたばかりということで、札幌クラシックビール、こちらを飲んでいきたいと思います。いやー、美味しいです。これにこのたっぷりの野菜、これをご飯の上に一旦乗せていただきたいと思います。野菜のシャキシャキ感が最高に美味しくて、このタレの感じでご飯がすごくよく合います。グッドポーズ。そしてビールをいただきたいと思います。やっぱり美味しいです。味噌汁もついておりましたので、この味噌汁も飲んでいきましょう。いやー、このジンギスカン定食、これは良かったです。それでは続きまして、お肉食べていきたいと思います。お肉を食べようと思ったんですけど、これタレがですね、たっぷりとありますので、このタレにつけまして、ご飯の上にポンポンと、ハイジーさんの言葉を借りまして大変恐縮ではございますが、バウンドさせて食べていきたいと思います。これは美味しい柔らかいお肉でした。ご飯が進みます。さあ、続きまして野菜を食べるわけでございますが、このタレの部分を見ていただければと思います。松尾ジンギスカンは生だれを使って煮込むタイプというのを店舗型のお店では説明していただくんですが、そういう感じなんで、タレがたっぷりとついております。それなんで、このタレをしっかりつけまして、ご飯を食べていきたいと思います。タレがついた部分のご飯が最高に美味しいわけでございます。続きまして、上からの映像で見ていただきましょう。このラム肉をタレにたっぷりつけまして、ご飯の上にしっかりタレを落として、それを2回繰り返しました。でこの上に野菜、もやしを中心とする野菜を乗せていきましょう。これで準備完了でございます。これを両方いっぺんに食べましょうと思ったんですが、この缶ビールをしっかりとカメラの方にロゴを向けまして、食べていきたいと思います。ご飯、ラム肉、野菜、この組み合わせが口の中で混ざって最高に美味しいです。これはグッドポーズ。ビールを飲んでいきたいと思います。まあ、カウンター席ということで周りに人がおりますので、あまりグッドポーズ派手にできます、あまり派手にはできませんが、グッドポーズということでございます。なぜか顎を触りまして、ご飯を食べていきたいと思います。集中力が欠けているせいでしょうか、ご飯をちょっと落としかけてしまいました。まあ、いろんなことを考えながら生きてますんで、だいぶ疲れてきてるのかもしれません。ということで、いろいろ考えながらこのまま食べ続けていきたいと思います。でこちらのお肉の量なんですが、最初はあの鉄板の真ん中に置いてある部分に少し乗ってるだけなのかなと正直思ったのが感想だったんですが、食べているうちにお肉が縦に重なっているんだなということに気がつきまして、かなり入っているんだなということにこの辺で気がつきまして、この定食はいいなと思ったわけです。さあ、食べ続けていきたいなと思っているんですが、これは後ろ何を見ているのかと言いますと、私唐辛子 TV というチャンネル名でやってますんで、ちょっとピリ辛にしたいなと思って、唐辛子はないのかなと思ってお店の方を見たということでございます。
松尾ジンギスカンの通常の店舗で食べるとそんなに安いといった感じのお店ではないと思いますが、このようにフードコートになっていると気軽に松尾ジンギスカンをお得に食べることができて、こちらのフードコートはいいなと思いました。最後のお肉を食べていきたいと思います。こちらもたっぷりとタレにつけまして食べていきたいと思います。今回は北海道に着いてすぐにジンギスカンを食べることができてよかったです。どうもごちそうさまでした。グッドポーズ。最後にビールを飲みまして、これにて本日の動画終わりでございます。ありがとうございました。